皆さんこんにちは。ちょっとね、さっき今カクテルの動画を作ったんですけど、今日本当はですね、藤倉さんラテアートの練習をしに来られて来られるんですよ。バーテンダーのチャンピオンがなんでこれがラテアートを極めようとされてるのか、もうちょっと超人すぎて理解しがたいんですけども、はい、ちょっとここからはじゃあ白石が、はい、まあ、せっかくなんでビフォーアフターでどれぐらい藤倉さんがバーテンダーチャンピオンがどれぐらい上手くなるのかっていう、ちょっとじゃあビフォーでまずやっていただいていいですか。はい、はい、じゃあちょっとお手並み拝見。はい、はい、はい。This is my world now。 はい、いやでも全然普通の完全な初心者の方に比べれば全然できてる、できてると思います。はい、じゃあこれがこれから白石の、ミルクの魔術師でしたっけ。勝手に言われてるだけ。はい、白石の手によってどれだけ上手になるか、はい、うまくならなければ白石の手になるので。はい、じゃあちょっとまた数時間後にまた取りに行きます。はい、頑張ってください。ちなみに藤倉さんはこのバーテンダーになる前って何されてらっしゃったんですか。あ、今待ってます。待ってます。待ってます。オフトークみたいな感じで急にこうね聞き出すっていう。はい、いや、めっちゃ気になるんですよ。もともとサラリーマンやってましたね、32まで。あ、32までサラリーマンです、普通の。はい、ちょっと、皆さん、30代でこれからカフェやりたいっていう人めっちゃ希望を持てますね。はい、いや、本当に、だから32歳までサラリーマンをやってて普通に。で、そこ飲食店で、はい、まあ、カフェバーみたいなところに入ってたんですね。はい、熊谷の埼玉の。はい、そこで、まあ、やって、一応まあ3年ぐらい経った時に大会で始めてみたいな感じですね。で、それでリフィーター優勝みたいな。そっからの優勝ですよね。そうです、そうです。はい、35で優勝しました。だから。めちゃくちゃすごいですね。だから結構まあ、努力はもちろんしましたけれども。いや、波の努力じゃ、そっから優勝するってなかなか。でもね、運もあると思う。いや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 、運もあると言いながら2回優勝しますからね。はい、いや、その時は運だったと思うんですよ、本当に。はい、2017年ぐらいからそのコーヒーカクテルやり始めて、大会にも出始めて、はい、で2019年の大会で一応、まあ、準優勝もやったんですけど、本当にだからゼロからやり始めたんですよ、コーヒーも。それから。いやー、すごいですね。だから実質2年ぐらいで、まあ、そこまで。いけたっていう感じなんですけど、まあ、上野さんで、ね、すごい終わったじゃないですか、当時。あ、そうです、まあ、コーヒーインドスピーツ出られるとき、はい、なんかあれですね、台本みたいな、私が。あと、サポート入ってもらったりとか、最初、確かにやりましたね、一番最初の大会に、2018年の大会だったかな、確かに。はい。はい、一緒に出てもらったんですけど。はい、懐かしいですね、確かに。はい、なんていうか、その、バーテンダーとバリスタ、両方とも突き詰めてやってる人って多分、今日本で数名しかいないと思うんですよ。数名ですよね。私も大体顔を思い浮かぶんですけど、ほんと3、4人ぐらい、ね、まあ、もうちょっといるかな。はい、5、6人ぐらいかな。もう本当に、はい、なんかもうそのうちの一人に藤川さん、いきなり入っちゃったなっていう感じがあったので。元々だからね、上松さんとか大石さんとか、やっぱりね、有名な、両方ともやってた方がいらっしゃって、はい、僕多分その後ぐらいにこう行ってみたいな感じだったんですけど。はい、はい、だから当時はなんかまだコーヒーカクテルのほとんどね、まだちょっと流行るかなぐらいな感じの雰囲気のところだったと思って。そうですよね。はい、前から藤倉さんのFacebook とかの投稿を見てても、はい、これ出てきてたので、はい、まあ、今日ここでちょっとお目にかかれると思ってなかったので聞きたいんですけど、はい、ざっくり言ってこれって何ですか。これノンアルコールワインですね。で、一応まあノンアルコールワインだとワインからアルコール抜くっていう作業があって、はい、まあ、アルコールが抜かれるわけですけど、これの場合は、一応ワインオルタナティブっていうジャンルになってて、はい、で果汁に対してスパイスやハーブを入れて、でこうワインに近づけていくみたいな製法をしてるんですね。なのでそこが一番普通のアルコールワインと違うところかなっていう感じですね。なんかワインで言うと、いわゆる、なんていうんですかね、ベルモットとかあるじゃないですか。はいはい、ベルモットとかともちょっと雰囲気は違う感じですか。そうですね。ベルモットとかだと薬草とかが入ってて、っていう感じなんですけど、ベルモットもやっぱりこうお酒はお酒じゃないですか。これはまあ一応果汁なんで甘さはあるんですよね。甘さはあって、はい、で、まあ酸味もしっかりあって、はい、で、まあコーヒーも入ってたりとかするので、はい、いろんな複雑なフレーバーあって、はい、で、
ワインと一番結構違うのは、ワインって結構開けると酸化しちゃうじゃないですか、味わい変わってきちゃうんですけど、これは、もちろんその空気触れることですごく、なんだろう、味わい変わっていくんですけど、逆に良くなるんですよね。あ、な、開けてから1週間とか2週間ぐらい置いていくと、はい、結構逆に良くなったりとか、すごく複雑になって、はいはい、味わいも変わっていく。まあ、多分コーヒーの微粉が入ってたりとかするんで、はい、それがちょっと多分動くのかなと思ってるんですけど。なるほど、なるほど。はい、これコーヒーも入ってるんですか？コーヒー入ってます。はい、両方とも入ってますね。赤も白も。なんでコーヒー？あ、一応なので、なんていうんですかね、一応ね、コーヒーもずっとやっていたんで、はい、まあ、私、ソムリエの資格を持ってて、そうですよね。で、バリスタ、はい、まあ、コーヒーマイスターを持ってて、はい、っていうところで、一応まあ、自分が得意なところでやろうかなと思って。なるほど。ただまあ、その、トレンド的にね、コーヒーカクテルすごく流行ってるじゃないですか。はい、で、このワインオルタナティブっていうのは、まあ、去年ぐらいから、海外製のものが出てきてて、はい、まあ、その2つのトレンド組み合わせて作ろうかなと思って、なるほど、作った感じですかね。なんか、完全禁酒主義のアルコール飲料は。はい、そうですね、そうですね。はい、今ね、はい、結構流行ってきてますもんね、こういうのが。そうですよ、ノンアルコールもすごく流行ってますし、だからそういうトレンドを取り入れたものになる、ね、なるほど、はい、ちょっとこれじゃいただいていいですか？あ、もちろんもちろん。よく振っていただきたいんですよね。結構下にスパイスとかハーブ沈んでますんで、はい、これね、ちょっと下にこう、ね、沈殿してる感じが。そうですよね。両方とも結構白の方はね、相当もあるかもしれないですね。赤は結構折りが出るんで、よく振んないって感じなんですよね。結構これ、こういうの飲食店で最近扱われてるとこ多いですよね。そうですね、はい、結構北関東の方では、はい、酒屋さんとかで扱ってくれてるんで、はい、結構いくつかの店舗で取り扱っていただいてて、まあ、そのまま飲んでも美味しいんですけど、はい、結構ノンアルコールカクテルのベースとかにも使えますし、なるほど、あとはまあコーヒー入ってるんで、もともとだからコーヒーと合わせてっていうのが本当にいいので、今回もだからそのレシピ的に、はい、そうですよね、エスプレッソを使うレシピなんですけど、はい、まあ合わせたらすごく美味しいんで、なるほど、一応提案しようかなってことで。これはあの常温で飲んで大丈夫なんですか？常温で大丈夫です。ただ、はい、一応常温で保存ができて一応1年持つんですけど、はい、開けたら一応冷蔵保存 で、はい、で1ヶ月以内に飲んでいただければ大丈夫かなって感じですね。なるほど、はい、まあ、1週間から3週間ぐらいが一番ベストなんですけど、あ、開けてから。逆に開けたてより少し時間経った方が美味しいは美味しいですね。なるほど、ちょっと熟成してみたいな、はい、そうなんです、そうなんですよ、はい、じゃあだから結構、はい、あー、美味しいですね。美味しいですか？いや、なんか思ったより本当に白ワインっぽいですね、はい、あ、そうです、そうです。なんかこんだけいろいろスパイス、まあ、入ってるんですよ。コーヒーとかも入ってるんですけど、はい、ジュニパーベリーとかも入ってるんですよ、うん、でもそこまでこのハーブとかの感じじゃないですね。そうですね、なんだろうな、一応シャルドネ使ってるんですよ、果汁が、はい、でシャルドネの味わい、まあ、ワインの味わいあるじゃないですか。そこに近づけられるようなフレーバーをこう入れてった感じなんですよね。はい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 、はい、ちょっとじゃあ赤もいただきます、はい、あーあー、なるほど、はい、めっちゃ美味しいですこれ。なんかなんていうんですかね、本当にあの赤ワインな感じの雰囲気がうまく出てますよね。はい、でこれコーヒーが絶妙に効いてますね。そうですね、絶妙に。一応なんかブラックカルダモンが結構入ってて、はいはいはい、ちょっと多分、なんていうんですかね、まあブラックカルダモン少し焙煎してあるようなスパイスなので、はい、結構その焙煎香も感じるんですけど、はい、それがまあコーヒーではないんですね、実は。コーヒーはどっちかっていうと、後ろに後半に伸びてくるトマト感みたいな感じですかね、はい、そこが多分コーヒーで作られてるような感じになってます。いわゆる、赤ワインとかでタンニンみたいな感じの雰囲気めっちゃ出てますね、はいはい、これ。そうです、それは紅茶を使って、ああ、だから渋さが出てるんですね。そうですね。だから、そういう感じで、ここの渋さは紅茶で取って、みたいな。で、酸味をコーヒーから持ってきて、みたいな感じで。いや、これめちゃくちゃうまいですね。はいはい、すげえ。いや、普通にお店で飲みたいです、これ。はい。ワイングラスとかで、実はこう飲んでいただいた方が。絶対そうですよね。実は、スワリングしていただいた方のが、こう、味わいがこうね、変わっていくんですよね。はい、スワリングして、香りも変わってきますし。そう。ということで、ちょっと、もうこれ以上私喋ってるより、はい、多分ね、これ買って飲んでもらった方が、一番わかりやすいと思うんで、まあ、これ本当まあ、別に個人で買って飲んでも美味しいと思いますし、はい、まあ、お店で普通に出しても全然いけますよね、これね。本当だから、コーヒーカクテルとかもそうですし、普通にノンアルコールカクテル今ね、すごく需要多いと思うんで、ですよね、
で、それに一つでベースとして使ってもらうっていうのもすごくいいかなと思いますよね。はい。じゃあちょっと、あれから数時間経ちまして、ずっと藤倉さんも、練習を繰り返されていて、さあ、果たして、バーテンダーチャンピオンがどれだけラテアートが上手になったか、もうね、どこを目指してるかわからないんですけども、さあ、どれぐらい上手になったか、まあ、上手になったとは言っても、もともとちょっと下地があったので、藤倉さんの場合はですね、ある程度こう、チューリップの原型みたいな感じではこう、ね、書かれていたので、うんうんうん、いいんじゃないですか。はい、ベタですかね。さっきよりいいですね。柄のつまりとギュッてしてる感じがなくなったんで、かなりこう余裕があるからっていうんですかね。しっかりコントラストもはっきりしてて、レイヤーも入ってて、で1投目2投目3投目が結構均等に置けるようになってるんで、個人的にはめちゃくちゃな成長度合いというか、はい、まあ、言って数時間ですからね、3日とかかけてるわけではないので、まあ、それでここまで、さすが、そのさすがですね。でも疲れましたね、結構やったから。はい、これしかやってないですもんね、はい、そう、これしかやってないんで、ちょっとなんか、リーフとかやろうとして、なんか全然ダメ、まあ、なんだろう、手がもう、手癖がもうすごい。1回目、チューリップやりだすと、もうか戻ってこれなくなる。そうそう、手癖がちょっと、手癖が。ということで、バーバルバール渡らせではカフェラテも美味しいのが飲めるようになりますと、はい、まあ、今までも出されてましたけど、はい、ラテアートがより綺麗になりましたと、はい、ということで、なんかこれからまた営業、今から帰って営業されるみたいな、いや本当にお疲れ様です、はい、ありがとうございます。